本格が前、ラスト2日の 6000m。 今日はなんか心臓が痛いな。酸素濃度は高く保ってますけれども心臓が痛い。 1.0 でゆっくり動いてます。昨日メスナーさんのヒマラヤ見たんですけどね、あの時代で 8000m 級無酸素で軍手みたいので、しかも装備が何も持たずに、テントも何も持たずに1週間うろうろっていうか遭難してたって、ちょっと信じられないですね。で絶対生きて帰るっていう、あの気合気迫だからね。自分今6200、ここだと6500ぐらいまで行くみたいなんですね。ずっと閉めてるわ。今6000ぐらいに戻っちゃったから、ドアを開け閉めすると戻っちゃうんで。あ、戻ってきた。97。自分今ここの6000ぐらいじゃん、本当ベースかキャンプ級なんでね。7000で最後のエベレストのベースキャンプなんで、ピーピー言ってらんないですよね。まあもし仮にですよ、遭難したとしますよね。そしたら自分一人ですかね。自分一人で1週間鉱山をうろうろするって考えた時に、もうあとは気合いしかないですよね。71だからね。まあ山ガイドさんいても安全なんてことはないんで、何が起こるか分かんないから、一人で帰ってくれるような気合が絶対ないといけないと思うんですけどね。それを考えると本当こんな6500ぐらいでピーピー言ってらんないっす。やべ、ちょっと気抜くと60代か。今日はだいぶ心臓が痛いぞ。同じなんですけど、いつもと。ただ自分との挑戦だから、自分への挑戦。別にこれ登ったからって何がなるわけでもないですからね。今やみんな登ってますし、未登頂でもないし、ただ自分との挑戦。直前なのに3キロにしたせいか膝が痛いな。今日は新たなまたアイテム、ビーコンを買いました。マムートがやっぱりいいみたいで、ビーコンっていうのは、あの最近ですね、あれなんだっけ、お店もビーコンを導入して Google とかもやってますよね。近くに来た時に、お店のなんだろう、お得な情報を出すとか、それと多分同じ原理の山版です。要は山で雪の中に埋まった時にダーッと来て、ビーコンピー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 やってどこの辺にいるか、まあこれが発信線の発信とサーチがあって、通常は発信側に入れとくと、そのここから信号が出て埋まっちゃった人を探しに行く人はこれをサーチ側にすると、こっちですね、ビーコン。まあ今回ちょっとアコン家具は雪がないんで持ってかないですけど、こんな感じでこう探すとき、雪崩で埋もれちゃったときはこうジグザグで探したりとか、こういうふうに探して信号が近いところでこう入れるとマーキングするらしいですね。はい、そんな感じです。もうすぐです、アコン家具は。